今ここがね、だいたい同じ隙間、うん、どう？ね、マフラーの音、はい、一つ分かったことが、サイレントヒルワークス、サイレントヒルワークスマニアックチャンネルへようこそ。久しぶり、はい、久しぶりに言いました、はい、そうですね、忘れてましたからね。忘れてたね。本当にこれ言わないとなんか、うん、なんかね、気持ち悪い。淡々と始めちゃってたからね。そう、もうちょっとね、俺ね、動画撮る撮ってない間に俺なんかちょっとね、シャガシャガし始まって、あべ動画撮ってなかったなって今急に撮り始めたんだけど、はい、フロントのカラーをちょっとね組んで、うん、で今ちょうどね、あそこの門が開いてるので、うん、あのちょっと乗ってもらおうかと、うん、下るのをね、下るのを、うん、でブレーキがないのでそのまますっ転べば面白い動画が撮れるなと思って、いやー、撮れるかな足で。いやね、それは俺じゃねえから。これ後ろだけでも聞くようにならないですか？うん、ならない。ということでよろしくどうぞ。Silent Hill Works。 今フロントフォークとタイヤの間ちょっとこういい？今ここがねだいたい同じ隙間、うん、なので左と右のカラーを作って締め込みたいなと、うん、で前回の動画で説明したけど、これ中が12、外径18で、これ圧入してあるから熱いでしょ。ステンレスだから錆びないから。うん。これで左右切って入れて、で、できました。で、あそこの坂からちょっと走るという感じの動画を。うん、はい。で、亀井くんが乗って、すっ転ぶっていう面白動画が。怖いな。ほいで、あの、面白動画でさ、うん、よくさ、うん、なんかスペシャルとかであるじゃん。うん、海外の。なんか、ね、面白動画なんて出るから、うん、亀井くんがもっと有名になるから。有名なんだよ。いいの？じゃあ今からがね、これ作りますね。はい。じゃあこっからこうやって、うん、やけどな、はいはい、いや、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、すいません。はい、ありがとうございます。はい、気をつけて。暑いから。よし。これで、バリ取って、左右のカラー、できましたよ。うん、はい。で、あと入れるばっかり。で、あと坂道ですっ転ぶ。うん。絵が欲しい。そこまでが一通りだから、ね。一通り、今日の。それはもう YouTube に毒されてる。毒されてる。そうなんだ。ちょっと楽しみだね。じゃあここを映してもらって、はい、から入りましたね。入りました。まっすぐね、うん、今きっちり、あとこっち側ナット入れてね、うん、固定して行ってもらいましょう。スタントへ行ってもらいましょう。うわぁ、あそこがいいのにな。結構勾配あるからね。結構いけるけど、あそこ結構きついからね。あそこ怖いよ。はい。あ、はい、すいません。これでちょっとナット入れて、はい、で向こう持ってってさ、うん、うん、ちょっとやってみようよ。はい、これ後ろは平気なんですか？何は後ろは、これガタはない？あ、ガタあるね。後ろとりあえず止めよう、うん、ちゃんと止めてからやります、うん、なのでちょっと待ってください。すごい、
全然ブレないね。うん。神業見たでしょ。あ、すごい。今後ろも前も止めましたよ。はい。いやちょっと楽しみだね。うん。で、あのこれ巻き込んじゃうと困るから、ちょっとこれ止めといて。あ、そうだね。うん、でいつもの感じであそこからガリガリと、うん。ガリガリってどういうことですか。痛てーっていうところをね。こうめちゃめちゃスリムる感じで。こうは。YouTube に毒されてる。毒されてないよ。じゃあちょっとあそこまで持ってきますね。大丈夫？いやこれいいかも。うん、いいよね。じゃあもうね、この感じがいいわ。あげないっすよ。どう？ちょあれだ。ちょちょ。いや本当かっこいいよ。あれソロですって見えねえもん。あ、かっけえ、決めちゃってるよ、もう。あれで B さんで止まんないで足を裏がくレベルだ。あー、かっこいいわ。かっこいい、かっこいい。ちょっと嬉しいでしょ。いや、嬉しい。こうやって押してるのことがもう嬉しい。押してることが嬉しいです。いきまーす。いいよ。あ、ほらほら、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、かっこいいよ。じゃあ今日は納車ということで、あれ、ね、悪いことばっかり言ってる。今大村さんのバイクに釜井くんのマフラーをつけて、はい、どんな音がするのかと、うん、音だけね、うん、ちょっとね。でシャインマスカットね、美味しくいただきましたみんなで。あ、ありがとうございました。ごちそうさまでございました。山本さんめちゃめちゃうまかったね。大変美味しかったです。シャインマスカットでお腹いっぱいになるって初めてだから、うん、もう嬉しい限りでございます。贅沢だったね。まあ、亀井くんはお金払うんだけどね。これもあれなんですか、領収書に入ってる。そうだよ。なんてことしてくれた。これ違うか。あとでじゃあコメント欄にいくらだったか教えてもらわないと。あれこれ10、あれこれ全然違うでしたっけ。微妙に変なサイズ、モンキーでこの間やったでしょ。そうだ、そう、14でも17でもないという、うん、ちょっと、そう、微妙なサイズ。14でもないんだ。そう、14入んないんだ。うん、いいやった。よいしょ、よいしょ、はい、入ります。はい、取れましたよ。はい、OK です。はい、取れました。さあ、はい、はい、ちょっといい、はい、ですよ、持ってきますよ、行きますよ。はい、はい、いや、これも別に、そう、口だけあれば、要はこうでもいいわけ。うん、そうつけちゃおうか。で、うん、あ、ごめん、うん、はい、OK、いいですか。ちょっと待って、いいよ。あ、ごめん、うん、悪いマフラーだな。斜め後ろに竹槍になっちゃってるね。やべえじゃんこれ。悪いマフラーだな。どこですか。もうちょい、あ、ここ、そうです。あ、はい、でもちょっと飲んじゃおうかな。はい、いいですよ。これだけどさ、さ、見て、大村さんのマイクにもなんか向きがあってし。いや、あげないですよ。ありました。まだです。あれ、入ってる。さあ、どんな音になるか。なんか意外とついちゃって。あとは、まあ、ちょっと閉めますね。そう、キックできないじゃん。そうだね。そう、俺キックオンリーだから。そうだね。まあいいか、大丈夫か。いや、亀井くんちょっとずっとこう持っててもらっていい。やけどする。いや、持てるよ。どこまで持てるよ。持てるよ。あ、そうだね。いや、これどんな音するんだろう。
初ですもんね。うん、初初初初、本当に俺らも聞いたことない。とりあえずね、ここにサイレンさんが入ってんの。うん、うん、そうだよね。じゃあちょっとお願いします。行きますか。引く。ちょっといいですか。でかいね、ちょっと。どうする？別にどんぐらいの。でもいい？走った時にどんぐらいの音になる。バーボー言うね。違いますね。全然違いますね。うん、なるほど。はい、どうする？でかいと思います。どうなんだろう。うん、もうここに消音器になっちゃいますもんね。だけどこのバイクの大きさで言うならば別におかしくはないかも、ね。うん、おかしくはないね。この音でこれだとおかしいと思う。うん。ただこの感じでこれだったらまだなんかいいかも。うん。あと、どこがバカでかくなる。そう、開けた時だから、アイドリングが静かだったら別にいいんですよ。そんなに。アイドリングの時全然うるさくなかった。うん、そんなにうるさくはなかったね。これっていくつでしたっけ ?88。じゃあそんな変わんない。88。向こうのが気持ちでかいから。まあ気持ちね、排気量はでかいけど。パワーのある音になるから。どうなんだろう。いいけど、いいんじゃないですか。いい、まあ、今ぐらい。もう一回聞く。そうなんだ、もう一回ちょっと。いや、違う、今ちょっと頭に。ちょっとアイドリングかっこいいもんね。アイドリングは太くてかっこいいね。うん、これって普通のカメラアイドリング低いですか。まあまあ、アイドリング上げようと思って。なんか単発の音じゃない？なんか単発の音じゃな感じしないね。ドド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 ド。いいんじゃない？で、あんまりうるさかったらサイレンサー入れればよ。ちょっとつけて試してみてな。ほんでうるさかったら後ろから入れるか。あとご近所さんの関係吹かすとちょっとでかいかも。うん、どうなんだろう。あっち、いや、全然熱くない。あ、ほんとだ。熱くない。熱くない。そんなにまだ、多分こっちは熱いかもしれないけど、まだそこまで熱が。どうだろうね。うん、そうだ。いや、肩を塞いじゃ、じゃあ意味なくなっちゃうよ。多分あれ、うるさくなる、もっとうるさくなるから。あ、そっか。うん。2つ出てるから、なんか、ずれして、なんか、タンクと、タンクとじゃない音。ここに、このぐらいの長さでしたっけ、消音。そうそうそう。だいたい10センチぐらいの消音入ってるんですね、このくねる前の。そう。だから入れるんだったらもう、ケツ。うん、もうケツ、ここ調整。だからなんでこう、こういう音するね。ドドドドドって。V2 みたいな音する。ワンツーワンツーって言うんじゃないですか。うん。うん。ね、長さも違うし、響き方が変わるんだろうね。響き方がすごいかっこいい。うん。ちょうどいいよね。その、あれはね。かっこいいよ。風車ではこのぐらいの音はあり。そう。開いた時にどんぐらいうるさくなるか。だからその時は、その時だね。考えようか。うん。そうしましょう。アイドリングの音はもうめちゃめちゃかっこいい。うん。じゃあそうしよう。うん。とりあえず分かった。うん。了解です。嬉しい。はい。どう笑ってる。やれって言っといて笑ってる。超悪いして。エンジンじゃね、うん、マフラーの音、はい、一つ分かったことが、ここがねショットガンになってて、出口が長さが違うでしょ。うんうん、で
排気が1本に対して出口が違うってここの時間差で排気が出るので、うん、なんかちょっとね短気筒の音がしないっていう、うんね、部分ではちょっと良かったかな、うんうん、ちょっとこの手で1-2-2か、うん、作れば変にエンジンいじんなくてもちょっとツインの音がするっていうのが分かりました、うん、はい、これ動画で伝わったらいいですね。そうだからちょっと動画で音がどんな感じかっていうのが多分ね分かんないと思うの、うん、マイクで拾った音とか、うん、実際生で聞いた音っていうのがね多分、うん、ちょっと違うんすもんね。違う、うん、だから亀井くんが映ってる姿も違うんだと思うんだけど本当はガリッガリガリガリ枝のようにねどうだっただけどマフラー、いやすごいいい音でしたね、うん、太くてね、うん、そうそう、で開けてみてどこまでちょっと音が大きいのかで、うん、まあ、サイレンサー入れるのか入れないのかは、うん、この後まあ全部出来上がってからの話になっちゃうんだけど、うん、ね、うん、今の時点だったら、うん、長さの違うだけで、うん、あの音の違い、うん、出てね、いい音みたいな音が出ました。はい、よかったね、うん、いろんなことが広がりそうな予感がね。そうだね、はい、だからできれば、うん、今ねヒデちゃん来てるけど、うん、ジャズマグ、ジャズダマグナのマフラーがないと、うん、それもう作ってみたいなとか、うん、ちょっといろいろちょっとね、いいあれになったね、お金の匂いがするのでね、はい、やらしいこらこら顔がやばい、いろいろ作りたいなとやめたらほら生きていくためにはさ、うっそんすね、誰か騙さなきゃしょうがねえじゃん。いや騙すんじゃない、騙すこらそれ何すかの新しい最近やってるから、最近やってるから、やばいな顔は本当に誰か来たんかなと思ってさ顔がいっちゃってるからもうね、よかったマフラー、うんうん、よかったですこれね、まあ、どこまで開けて、ね、どこまで大きいかっていうのはちょっとね、うん、やってみなきゃ分かんないから、うん、やっぱ一点もんで作るとどういう音かっていうのはもうその場その場で、ね、うん、やっていかないと分かんないから、まあ、だけどデータとして、うん、もう山本さんのバイクのね、うん、ハンドチェンジもそうだけど、うん、今回ね、永瀬くんの、うん、あのなどはちょっと長瀬くんのねバイク、うん、マフラーで、はい、どんな感じかっていうのも分かったし、うん、でベンチクルーザーもそうだけど、うん、これぐらいの音だと、あ、太さだとこんなもんだっていうのも分かってきたから、そうですね、うん、このデータ取りながら、うん、ちょっとねマフラーの方もちょっといろいろ展開していきたいなと、うん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 、まあ要するに杉山くんだけどね。違います違います。違う違う、ダメですダメです。ね、本当に、うん、すぐ排気漏れするわ。まあそんな感じで今日は、うん、カラー大した動画じゃなかったんだけど、うん、はいはい、マフラーのね、うん、ちょっと動画になった感じに な,、うん、なっちゃいました。まあまあカラーもね。まあカラーのね、うん、クソみたいなもんだから。うん、いやいやいや、そんなことない。そんなわけねえからこんなの。そんなことない。それでも手怪我してんの。そうそうね。ここぶん殴った。ぶん殴っちゃうんだからね。もうぶん殴ったの。ここパーンって、ここ切ってるし、うん、パックリ割れてね。血だらけでさ、びっくりしたマジで。YouTube に載せれない。載せれない。ダメ。こんな血だらけの俺見せらんね、うん。ダメダメ。黒すぎるから。本当にマジでうわーってなっちゃう人っちいっぱいいると思う、うんうん。ご飯食えなくなっちゃう。うん、ダメですからね。えぐれちゃって、割れちゃって、うん。血出てるですからね。そうそう、だけど自然治療したの。うん、これ4日目。縫えって言ったんですけど、ね、そう縫わないで直した、はい、もう良かっただけで本当に大丈夫なくて、うん、皆さん、ね、怪我にも気をつけてください。はい、はい、じゃあ今日は、はい、この後亀井くんは、うん、お家に帰るんだよね。お家に帰ります。お家に帰ります、うん、家出したわけじゃないね。家出じゃないです。家出じゃないね、うん、よかった。どういうこと、今日何曜日だっけ。今日火曜日です。あ、そうなのね、うん、そう、今日火曜日。はい、ということで、はい、お願いします。予告だよ。さいれ色塗ってみる。ダメだよ、許せねえ俺の中では。チャンネル登録高評価よろしくね。